はい、こんにちは、ゆきぐみです。今回は減塩の充実、懲役について分かったことを共有していきたいと思います。従来の減塩の充実でスコアを3500点以上取ると対応する属性の懲役モードが解放されます。氷、炎、雷、物理の懲役のそれぞれ3回までクリアすると異能属性の懲役モードも解放されます。これらはそれぞれ対応した属性のダメージしか通らないため、リンやフィオナプラスアタッカーといったパーティーはかなりパフォーマンスが下がってしまうので注意しましょう。それぞれの階層に報酬アイテムが設定されていて、攻撃力 25HP1200 の永続ステータスアップアイテムを入手することができます。それぞれの階層で入手できるアイテムは表のようになります。5回までクリアすれば攻撃力アップアイテムはすべて手に入れることができるので、ぜひ5回まではクリアしたいところです。1回から5回までは特にギミックはなく、ボスプラス雑魚をただ殴るだけです。試しに全ボリション無突、タイタンなし、 AI サーマートなし、90秒 360M くらいの玉ランで5回をやってみたのですが、十分クリアはできたので、そこまで5回まではハードルは高くないと思います。ただ相手の火力は高くて耐久面はちょっときつく感じました。また異能以外のモードではフィオナの残殺も効かなかったので、そこも注意していきましょう。正式版で特にバランスが変わらなければ、異能モードは完全に次の異能キャラ前提のバランスだと思います。1回や2回はなんとかクリアはできたのですが、3回は完全に無理っていう感じでしたね。懲役モードはシーズンリセットによる報酬のリセットはないみたいなので、どの属性に関してもきつければ次の世代のキャラまで放置でもいいと思います。6回ではギミックが2つあって、まず始まったらフィールドの端にあるキューブの近くに移動しておきます。この辺りに立って敵が飛ばしてくる弾をキューブで避けるとともに、雷をキューブにひたすら当てていきます。この雷をキューブに当てることで敵にダメージを与えておくことができます。雷を3回的に当てたら中央に移動して槍が降ってくるのを待ちます。この槍も破壊することで相手にダメージを与えていくことができます。槍の中心からちょっとずれたところでフィオナスキルを使って対角に歩いていくようにすると楽に壊せると思います。槍を壊せたらまた雷が来るかもしれないので、キューブの隣に移動しておきましょう。この辺りの攻撃は行動運でいろいろ順番がずれたり来ない攻撃があったりするので、ここは試行回数で何とかしていきましょう。ギミックを繰り返しているとボスが出てくるので、あとは殴るだけです。ただボスの攻撃がめちゃくちゃ痛いので、相手の大技をクーラントでいなす、積極的に幻想タイムを取る、回復のご飯を食べるなどして耐久を頑張って維持していきましょう。火力要求に関しては結構カツカツだと思います。最適編成にかなり厳選したテストサーバーの装備でもクリアタイムは2分10秒から20秒ぐらいといった感じだったので、タイタンや AI サーバーと武器やボリションの凸に妥協があったら結構しんどい戦いにはなるんじゃないかなと思います。まあ先ほども言ったように、序列懲役にはシーズンリセットもないし、6回は HP アイテムなのでゆっくりやっていけばいいと思います。それではご視聴ありがとうございました。